吉野さん、プリンタがかれました。原因ははっきりしています通常でしたらインク切れでインクを買い替えたら済むんですけども今回はインクの漏れを吸収するパッドがもう限界に来たんでそれを取り替えてくださいってことなんですよねでちょっと調べるとこの吸水パッドの取り替えってのは業者さんにお願いするしかないそうなんですよでもしくは自分で吸水パッドを買ってきて ネジ開けてね、ポコッとはめても簡単らしいんですよねで吸水パッドは1000円ぐらいで済むそうですですんでこれから吸水パッドを通販なりショップに買いに行って持ってきて入れ替えることも可能なんですけども私はこれを機会にねプリンタを買い替えることにしましたプリンター買い替えるんですけども2年前の2022年のエ,クスポンエプソンプリンターが、えっと、6000か7000で売ってるんですよねインク付きでだからこれいいなと思いましてこれを買うことにしました 通販でビッグカメラです。明日に届くそうなんですよ。で、一応ね、五感のインクの方もちょっとこれから注文しようと思うんですよ。いや、本当にお手軽な時代ですよ。プリンターがダメになったら買い替えれば済むと。今まではね、インクを、今は残ってるインクがあるんですけども、その残ったインクがもったいないから、そのインクに対応したプリンターを買ってたんですけども、どうもね、その五感インクも限界が来て、五感インクの回転頻度がすごくね、速くなったんですよ、消耗頻度が。 だから何がしかのエラーを感知したのか、それとも互換インクの性能が悪くなってきたのかなと思うんで、もう最近はね、印刷するペースも遅くなってきて、あんまり印刷物もないんでね。この際、五感はやめて、正規品のインクばかりにしようかなと思います。割高なんですけども、印刷物が少ないですからね、そっちの方にしようかなと思いました。という形でね、ちょっとプリンタは、これを機会に大幅リニューアル変更でございます。まあ、そんな形ですね。今回はね、 の FX の話でもビジネスの話でもないんですけども周りのものをこうやってねいらないなと思ったらパパッと買い替えて明日からまた新しいプリンターがね届くそうなんで明日から使おうかなってとこですいやほんとね早いですねこう考えたらロスがないっていう感じでね安く済まそうと思ったら手間がかかるでも私は今時間が惜しいんで手間がかからないんだったら5 6千円の負担だったらねさっとした方がいいかなとしかもプリンターって数年に一度の買い替えじゃないですか だから安上がりだなと思いますね、うん、はいそういうことですいってらっしゃい